アレクサンドル・ロスランは、スウェーデン生まれの肖像画家である。各国で働いた後、1752年からは、フランスで活躍した。日本では、ロスリンとも表記される。マルメで、海軍の軍医の息子に生まれた。画彩を示したので、はじめ海軍の海図技術者の訓練を受けたが、16歳から、ストックホルムの宮廷画家、シュレーダーの下で絵画の訓練を受けた。 1741年までシュレーダーの下で働き、その後、ヨーテボリ、スコーネで暮らし、肖像画や、教会の宗教画を描いた。1745年に、バイロイト博フリードリヒ3世に招かれて、バイロイトで働いた後、1747年に、イタリアで、巨匠の作品を学んだ。イタリアでは1752年に描いた、パルマ公フィリッポ一世の家族の肖像画が、 残されている。1752年からパリに住み、1759年にはパステル画家のマリー・シュザンヌ・ジルースとマリエ・スザンヌ・ガウスと1734-1772と結婚した。パリでは有力な画家、フランソワ・ブーシェの古文として急速に人気を博した。1753年にフランス美術アカデミーの会員に選ばれた。 1765年に、ラ・ロシフコ公,公爵の家族の肖像画の共作で、ジャンバティスト・グルーズとの共作で勝利して、評価を高めた。フランスの王室の人々や、外国の皇太子の肖像も描くようになり、ロスランに描かれた肖像画を持つことはその人物の地位の象徴と、考えられるようになった。その画風には、ジャンマルク・ナティエやヤさんとリゴーの影響も見られる。 1771年に外国人であったが年金とルーブルに住居を与えられた。翌年には母国スウェーデンからバーサ勲章を受訓し、ロスリン・ルシュバリエとも呼ばれるようになった。妻が没した後の1774年にスウェーデンに1年ほど戻り、スウェーデン王立美術アカデミーの外国人会員に選ばれ、スウェーデン王室の人々や、 カール・フォン・ディ・インネラの肖像画を描いた。スウェーデンからパリへの帰途中に、サンクト・ペテルブルクに2年間ほど滞在し、ロシアの貴族を描き、エカジェリーナ2世がさらに滞在する頼みを断って、フランスに戻った。1793年にパリで当時最も裕福な画家であったが、フランス革命の中でジャコバン派の恐怖政治がロスランに及ぶ前に自然死した。 ありがとうございます。